どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、クラウドファンディングの情報公開になりまして、いよいよクラウドファンディング、ガズのこのわがままウクレレのクラウドファンディングのスタートが決まったというにお知らせをさせていただいてるんですけど、はい、公開日は2019年の6月25日お昼12時正午でございます。はい、その時に、レディフォーというクラウドファンディングのサイトでガズのわがままウクレレのクラウドファンディングがスタートします。事前にですね、どんなことがそのクラウドファンディングであるのか、ちょっとシェアしていきたいと思います。今日は第2弾、あと3日で公開ですからね。はい、皆さん今日ご覧になってください。で、そのね、クラウドファンディングなんですけどね、一応こうです。わがままウクレレで音楽をやる楽しさを多くの人に届けたい、このウクレレで音楽をやる人を多く届けたい、これが一応テーマになってる、このクラウドファンディング。クラウドファンディングってどんなことなんですか、何ですかそれっていうふうに聞かれることあるんですけど、いろいろな、なんか私がじゃあこのウクレレに関して説明しますと、このウクレレを作りたい、そしてこれをいっぱい、なるべくこうリーズナブルに多くを届けたいということを夢見ております。そしてこういう品質のいいウクレレっていうのは値段がやっぱ高くなっちゃうでしょ。で、なんですけど、ベトナムっていうところと出会って、あと、ウクレレを作る職人さん、すごく腕のいい若い職人さんと日本で出会って、それをね、こう、いろいろやってるうちに、その彼がベトナムに移住して、このベトナムの最高の木材と職人さんたちを取りまとめ、最後日本人の目でしっかり確認したこの最高品質のウクレレをできるだけリーズナブルに届けようっていうのがまず最初のテーマでした。これがまずいい音がする、もちろんね。で、これはまあ、言ってますけど、単板材といって木を薄く切っただけのものすごく鳴りのいいウクレレで、こう手で作ってるんです。工場でバンバン出てくるものじゃなくて、職人さんが一本一本手で作って、こう丸みをね、ここなんかもこう綺麗に丸みをやったりとか、もうこうとにかく手が入ってるんですよ。このポジションマークとかこの G のマークなんかもこれ木なんですよね。木をこう埋め込んでいるとすごく手がかかっています。で、ちなみにこういうウクレレやっぱ日本で買うとなるとやっぱ10万円20万円とかやっぱね手作りでかかっちゃうんですけど、で今回このプロジェクトでそのクオリティを保ったまま、日本人のビルダーが、ベテランビルダーが最後の調整までしたものをなんと消費税抜きで3万4800円で届けようという、こういうプロジェクトです。まずですね、ここにクラウドファンディングでまだ未公開のページがあるので、これを見ながらちょっと進めていこうと思うんですけど、ですね、3万4800円税抜き価格で、税込みになっちゃうと3万7584円ということになります。あ、一応ページの感じちょっと 見えるかな、こんな感じで、こんな感じのページになると思いますね。これまだこれ仮のページですけど、はい、これね、大阪でやった静岡の写真を使わせていただいておりますけど、はい、こんな感じです。で、クラウドファンディングっていうのはつまり何かやりたいことがあって、その夢に向かってお金がかかりそうな時に皆さんの支援を、ご支援をいただいて進めていくっていうようなイメージでいいと思うんですけど、でも今回のやつはこの商品を買っていただくってことがつまりその支援になります。なぜかというと、これをたくさん買っていただくとベトナムの工場がぐるぐる回り出すと、そうするとより安く、よりいいものがどんどん作れるような状態になると、そうすると世界中にさらにこのいいウクレレをお届けして、より音楽を楽しむ人がいい楽器を手に持ってくれるって、そういう夢のようなことが詰まっておりますんで、その辺をよろしくご了承くださいませ。で、皆さんが買ってもらうことで結局まだ音楽の楽しさをウクレレをやってない方も増えていくというふうにつながると思いますんで、結局ここ雪だるま式にね、ハッピーが増えていくっていうのが私がやりたいことでございますので、はい、皆さんもこの、まあ、YouTube でねご覧になってるでしょうから、この素晴らしい音色が皆様のお手元に届き、このずっと一生使えるようなこのクオリティのウクレレを楽しんでいただきたいと思います。で、ただね、このさっきも言ったんですが、これ3万4800円の税抜き価格なんですけど、他にもいっぱいあります。ちょっとこれご紹介しようかな。どんなものが他にあるかいきますよ。まずね、最初100本ベトナムからこっちに行く、8月中に出荷するっていうものを、まずそれをまず1個の塊に考えております。まずはこのウクレレのみ、これがありますよね。その次、ピックアップつって、エレキウクレレになるピックアップ付きっていうのも今回入ってます。その後、これが面白いです。ガズのイベント参加券付きウクレレです。ウクレレ1本と、ガズが東京都内、お茶の水から徒歩2、3分のところで、このクラウドファンディング、協賛、協力してくださった方のみが参加できるイベントを開催します。そこでは何をやるかというと、このウクレレのまたどうだ、感想を言い合う会だとか、まあいろんな情報、もちろん皆さんの質問にも答えますし、あとですね、目玉はですね、ガズのライブです。これ結構本気で行くやつでして、私あんまりね、ライブはやったことないんですよ。今回はベースと、カホンの、リズム隊を率いて、3ピースで
やります。そっちの方もね、もうかなりのこのすげえメンバーを連れていきますんで、お楽しみにしてください。でそのイベントを参加してこのウクレレも手に入るというのがもう一個あります。それであとはですね、ペアご夫婦で、購入したいよとか仲間同士だとかカップルで買いたいときに2本セットっていうプランも用意してまして、でその最初も言ったんですけど、8月中出荷の100本はシリアルナンバーがすごくいいじゃないですか。やっぱりね、あの若い番号の方がこれからきっとどんどん増えていくっていう想定してますから、そういうなんか価値もあるなと思って、最初の100本っていうのはすごく、皆さんに喜んでいただけるんじゃないかと思うんですけども、ナンバーワンとナンバーツーはこの私がキープさせてください。持ちたい。やっぱり1番2番は何か特別な意味を持って私が保管しておきます。なんでそんな感じで、このクラウドファンディングまずスタートします。そしてですね、今回ねまだあるんですよ、10月に中に発送するちょっと時間差で出てくるものとして目玉商品になります。じゃあさっき昨日も言ったんだけど、これコンサートサイズですよ。こんなに大きさ違うの、ほらコンサートサイズ、コンサートサイズのウクレレ、これは10月発送になりますけど、これもクラウドファンディングに入ってますからね、皆さん。しかも、さらに大ニュース言っていいですか？コンサートサイズのウクレレは全てにピックアップがついてます。ちょっとこれはサンプルなんてついてないんですけど、ここに、ピックアップ、要はエレキウクレレになるシステムになっている。そもそもそういうものとして、コンサートサイズもここのクラウドファンディングで入ってますから、ね、これめちゃくちゃいいんですよ、このコンサートウクレレ。私はソプラノウクレレが大好きなんですけど、でちなみにこの、ガズのウクレレの、コンサートサイズのこの音聞きたいでしょ。今日はねやりません、明日やります。日曜日にこのウクレレのレビューをやりますんで、明日も絶対見てください。このウクレレはいいです。コンサートサイズにピックアップがついたウクレレ5万円切ってます。なんかテレビショッピングみたいになっちゃってますけどね、はい、そういうのもありますね。あとはですね、これもありますよ、ガズのマンツーマンレッスン付きのこのソプラノウクレレとセット。要は、これ面白いんですよ。都内近郊で、まあ相談です、その返礼品をゲットしてくれた方と相談ですけど、2時間みっちりあなたの知りたいこと聞きたいことマンツーマンでレッスンいたします。それとこのウクレレが付いてるというセットもありますということですね。あとね、これも面白いんですよ。自分だけの1本、これね、例えば私この木じゃない方がいいなとか、ここの木これをこうやって変えたいとか、まあいろんなここまでフレットが欲しいとか、そのオーダーメイド、セミオーダーを受け付けます。これはちょっともちろん納期はかかりますけれども、もちろんガズの助言もしますし、モジャク、ベトナム の住んでるビルダーのモジャクの助言もあるし、いろいろこんなのあるこんなの提案します。そういうプランもそこに入っております。はい、でこれこの後また面白いですよ。ベトナムに一緒に行きましょうっていうプランも用意してます。ベトナムにガズに行って向こうでウクレレをオーダーするプラン、実際にこの木がいい、この木がいい、この感じがいいっていうふうに、ね、みんなで、僕もいます、それもじゃくんも現地で一緒にそれを見ますね。それもあります。であとそれにはね、食事とパーティーと観光とレッスンもついてますよ。ベトナムで行くんですよ、これはね。しかもね、ベトナムはね、もう本当一回皆さん一緒に行きましょうね。それも返礼品に入ってますからね。あとそれのペア参加コースもあります。あとこれは本当になんかもう半分打ち上げ花火みたいなもので、あの高めりで10年工場長を務めてたベトナムでガズのウクレレをやってるモジャ君が監修、私もですけど、ベトナムで直接世界で一つだけの最強オーダーメイドウクレレを作る権利、これもあります。ちなみにこのベトナムに関してはですね、飛行機と宿は、お客さん自身で、ご予約っていう流れにあると思いますけど、それはあの詳しくはですね、あのクラウドファンディングのページ内で公開して行くと思いますんで、ひとまずベトナムに行って何か向こうでオーダーしようとか、向こうで食事しよう、パーティーしよう、であの向こうのベトナムのガズレレメンバーとジャカジャカしようというセッションも考えてみますと。こんなような流れですね。今ザザーっとですけど、そういうことでこの値段の感覚はだいたい今言ったご紹介したような感じなんですけど、本当にこのクオリティが高いのでね、本当に皆さんこれぜひこ のプロジェクトにサポートしていただきたいと思います。でこのいいものが出ると、さっきも言ったんですけど、またいろんなものが回り出してどん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 お届けできる、
人も増えるし、お値段もこういい感じになっていけばいいと思うんで、皆さんご協力をお願いしたいです。でですね、今回ね、このクラウドファンディング、どの、リターンを選んでくれた方にも全部につくお礼っていうのがあります。まずこれ1個ですね、ガズがですね、このクラウドファンディングのために、このプロジェクトのために思ったこと、感じていることを曲で書き下ろして限定公開でお届けし、サンクスカードとして、コードと歌詞を皆さんにカードでお届けします。これがまず1点、いい曲なんですよ。またあともう1点はクラウドファンディング限定、ガズレレこのわがままウクレレ限定のステッカー、オリジナルステッカー2種類ニューデザインです。はい、これが全てのウクレレにつきますということでございましてですね、今ささっとですけどクラウドファンディングの中身何やるのっていう感じでご紹介させていただきました。はい、クラウドファンディングのページが公開されたらですね、すごくいい感じでそれが説明されてるんで、まあまあ事前ですからね、まあ、こんな感じのね、はい、こんな感じのページでございます。爽やかになっております。とっても、はい、ガズさんの写真も盛りだくさんで分かりやすくなっておりますんで、6月25日の正午は皆さん見てください。レディフォーのページですけどね、その公開も、近づいたら、まあそれまでカウントダウンで毎日やってきますから、お楽しみにしてください。今日は3日前、クラウドファンディング公開まで3日前の特別映像でございました。皆さんもりもり楽しく音楽やりましょう。ありがとうございました。あ、そうだ、あと千人ガズレレ、あ、長野県、6月30日は長野県長野市行きまして、7月6日は千人ガズレレですよ、代々木公園。こっちはとにかく入場無料、参加申請もいらない。代々木公園に11時半に来て練習して、12時半からあの野外ビッグステージでみんなで歌いましょう。練習しておいてくださいよ。あ、この辺にリンク貼っときますからね、その辺の。はい、あのホームページを見てもらうといろいろ分かるね。やっぱりホームページ基本になってますんで、よろしくお願いします。それでは皆さん、クラウドファンディングあと3日お楽しみにしてください。さよなら。